約束の時間から30分経っちゃったね。もうこれは来ないんじゃない？先に始めちゃう？だにゃー、料理も冷めちまうし。いや、でも！そもそも、宮園くんだけの歓迎会じゃないじゃん。榊くんがかわいそうっちゃかわいそうだよね。いや、俺は全然。あいつも来ないと意味がねえと思うし。と言ってもな、このままだと夜になるぞ。もうちょっと待ってくれ！もうちょっとだけ！未来くん。あと10分でいいから、頼むよ！って言ってるぞ。どうするんだお前ら。うん、財前くんもここまでしているわけだし、みんなもう少し待ってあげない？俺は待つよ。この歓迎会だって財前が企画したことだしさ。そうですよ、僕も待ちます。俺も未来くんの気の済むまで待つよ。ふん、全く仕方のない。お前ら、ま、これで来なかったら俺が抹殺しとくよ。おめえはマジでやりそうだに。その前に俺が一発ぶん殴る。じゃねえと気が済まねえ。だよね。マジでありがとな。この礼は必ずするから。宮園、来てくれたんだな。まあね。あのさ、俺、その、あんたの言い分、正直ムカついたけど、わからなくはないなと思ったんだよね。え？俺は絆とかよくわかんないけどさ、音楽が好きだって気持ちは本当に持ってるから、中途半端って言われて、正直ムカついた。宮園。だから見せてあげますよ。俺も俺のやり方で、真剣に音楽をやってるんだって、証明してあげる。あ、それって、つまり。だから、まあ、今日くらいは、あんたたちの仲間になってやってもいいかなって。おい、宮園！ありがとなって。ちょ、何？何なの？ここに来てくれてすっげえ嬉しい。最高の気分だ。分かったから、抱きつかないでよ、うざいな。だってお前の顔見たらホッとしちゃってさ。ほんとありがとな。何泣いてんの、バカじゃない。よかったな財前、これでメンバー全員揃ったってことですね。よかったね未来くん。マジで嬉しい。ったく、泣きすぎだろ。ようやく歓迎会始められるね。カイリキュン腹減ったんですけど。おい、泣いてないでさっさと始めろ。時間も時間だぞ。よし、終わり、待たせたな。そんじゃ全員揃ったってことで歓迎会始めるぞ。みんなグラス持ってくれ。さんじゃ、榊、宮園、ようこそいろの葉音楽学院へ。これからよろしくな。一緒にフェス盛り上げようぜ。はい、よろしく頼ます。します。さんじゃ行くぜ。せーの、乾杯。いよりあっちで一緒にパスタ食べよう。みんなで食べればいいだろう。その方が楽しいし。二人がいい。フラリティアンのカジピだせ。ねえ、うざいからあっち行ってくれる？ある日喧嘩すんなって。お前らは口を開けば言い合いばかりしているな。ま、クソ妻みてえにおバカちゃんじゃねえから、カイリキュンと張り合えるんじゃね。ふざけるな、俺のどこがバカだ。頭のてっぺんからつま先まで全部。黙れ、変人野郎に言われたくない。クソ妻のクソはクソバカのクソ。クラーシー。なんだかんだでこの二人が一番仲良しだよね。同じことを思った。嵐くん、嵐くん、僕らとうとう二十歳になりましたよね。一緒にお酒飲みましょう。空は飲まない方がいいんじゃねえのか。え、なんでですか。僕今日からお酒デビューするんだってすっごい楽しみにしてたんですよ。なんかわかんねえけどさ、
空が飲んだらやべえ気がするんだよな。ちょっと待った。なんだよ。なぜ霧島さんのことは空と呼んでいるんだ。俺は一度も名前で呼ばれたことがない。なことねえだろ。いや、ある。俺のことも名前で呼んでくれ。大城と大きな声で頼む。せい。いや、絶対無理。なんかお前は嫌だ。どうしてだ。嵐くんてばテレ屋さんですね。あ、テレ、なんだ、そういうことか。小宮山、あんた恥ずかしがってたのか。全然ちげえわ。変な勘違いすんな。宮園、肉食うか。うめえぞ。いらない。あ、じゃあこっちの寿司は。いらない。何が好きなんだよ。じゃあ自分の食べたいものくらい勝手に取るので放っておいてもらえません。そういうところがうざいんですよ。だってさ、お前そんな細っこくてちゃんと食ってるのか心配になんじゃん。自己管理くらいできるのでご心配なく。宮園くん、何ですか。未来くんは俺の大切な人だから。はあ、だからあんまり傷つけるようなこと言わないで。もしこれからも宮園くんがそういう態度取るなら、俺は君を許せなくなっちゃう。セブミ、随分と大きな犬に好かれたもんですね、財前先輩。約束してお願い。セブミ先輩は財前先輩が大好きなんですね。好きだよ、とっても。未来くんのこと嫌いな人なんていないと思う。そうですか。ここでもこいつが一番なんだ。あ、なんか言ったか。なんでもないです。財前先輩、そこのフルーツ取ってください。お、やっと空気になったか。はいはい、そうですね。いいからさっさとしてもらっていいですか。どれが食いたいんだ。大盛りにしてやるぜ。なんだかんだでまとまってよかったな。ですね。うまくいってよかったです。ま、本当の勝負はここからだけどな。はい。あの、田所さん。どうした。本当に生徒たちには話さなくていいんでしょうか。駿河大臣の件。もちろん直にきちんと伝えなければいけないとは思うが、精神的に不安定になるやつもいるだろうからな。タイミングを見て伝えないといけない。やっぱりそうですよね。俺はできればこいつらには何も知らず幸せにいてほしい。ただ音楽を楽しんで生きていてほしい。ええ、僕も同じ気持ちです。でもそうはいかなくなってるってのも事実。辛いとこだ。この子たちに変な責任を負わせたくないですが、今のカラーレーションの状態を考えるとやはり悔しいな。自分一人が頑張ったところで叶わねえ相手が国中をめちゃくちゃにしやがってさ。はい。足野、もしも万が一のことがあったときはお前がこいつらを守ってやれよ。ちょ、何言ってるんですか。変なこと言うのやめてくださいよ。俺はカラーレーションを守りたい。何があっても絶対に犠牲になっていいと思えるくらいには本当に大切な場所なんだよ。田所さん。それじゃ俺はここで失礼します。いや、その、今日はありがとな。また明日な。はあ、無視するの良くない。まあ、あいつらしいんじゃねえ。未来くん、優しすぎると思う。そうか。そうだよ。辛い時は辛いって言っていいんだよ。セブミ。へいへい、ありがとな。ほら、俺たちも部屋戻るぞ。ワン。はあ、なんだかんだで楽しかったね。
結局春日に捕まりっぱなしだったな。え、何？ダメだった？いや、ダメっていうか、いや、ダメではないな。でしょ？ならオッケー。なあなあ、イオリン、後で俺の部屋来てゲームしね。クソ妻とレトロゲーで遊ぼっつっててさ。こいつが勝手に計画しているだけだ。俺は行くと返事していない。え、楽しそうじゃん。行きたい。俺も行く。え、お前来んの？え、やだ、めんどくさい。じゃあ、倉橋くんだけいなくなったら？そしたらこっちで勝手に遊んでおくよ。それじゃ意味ねえだろ、バカバカ。言葉に気をつけな。殺されたいの？お前らいい加減にしろって。いやー、なんだかんだでいい歓迎会になりましたね、嵐くん。あれ？嵐くん？くそ！なんで俺がこんな目に。その後、調子はどうだい？うまくいってますよ。仲間だとか絆とか、相変わらずヘドが出るようなこと言ってますけど、ちょっと潮らしい演技したらすぐ入り込めました。あっさり信じて泣いたりとかしちゃって、ほんとバカが多いんだよな。君は歌だけじゃなく演技も上手なんだね。嫌な才能を持って生まれちゃいましたよ。宮園君、私は君を評価している。引き続きよろしく頼むよ。光栄ですよ、駿河さん。もしもし、私です。ええ、計画は順調に進んでいます。カラーレーション側も想定通りに動いてくれている。あなたを信じてついてきてよかった。あなたのためなら私は何だってしますよ。私の人生を救ってくれた恩人ですから。ええ、それじゃまた明日に。失礼します。この国に自由の色は必要ない。じっくりと教えてやるよ、ギオンジ。お前があの日犯した過ちを俺は忘れない。この時の僕たちは何も知らなかった。グロービングフェスの開催に裏の目的があることなんて互いに気づかなかった。半年の間、それぞれが大きな壁にぶつかっていたことなんて。事実は一つずつゆっくりとめくれ明るみになっていく。たとえそれがどんなに苦しいものだとしても。そう、僕たちに立ちはだかる試練はここから始まっていくのだった。